ポーターはアメリカ海軍の駆逐艦、タッカー級駆逐艦の一隻。艦名はデビッド・ディクソン・ポーター大将及び彼の息子のデビッド・ディクソン・ポーター海軍大将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ポーターは1914年2月24日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプズ王戦所で寄港した。1915年8月26日に ジョージアナ・ポーターカサックスによって命名、浸水し、1916年4月17日に、艦長ワード、ケイワウトマン少佐の指揮下収益する。カリブ海での成長後、ポーターは1917年4月24日に出航、アメリカ軍の最初のヨーロッパ派遣部隊を護衛する。5月4日に、アイルランドのクイーンズタウンに到着、第一次世界大戦の間同地を拠点とし、 アメリカからの船団が、高戦地帯に入る前に交流、護衛を行った。多忙な任務が続く1918年4月28日、ポーターは船団を攻撃しようとしていた、ドイツの潜水艦 U-108 を攻撃、これを大きく損傷させた。6月14日以降はブレストを拠点とし、戦争が終わると本国へ帰還した。第一次世界大戦後、 ウォーターは東海岸沖で作戦活動に従事し、1922年6月23日に退役した。1924年6月7日に沿岸警備隊へ移管され、ラムパトロールの一席として密造手の取り締まりを行う。その後1933年6月30日に海軍に返却、ロンドン海軍軍縮条約に従って翌年廃棄処分となる。 ポーターは1934年7月5日に除籍され、その講罪は1934年8月22日に売却された。ありがとうございます。